どうもこんにちは。今日の札幌はなんか気温が高くてもう道の雪が溶け始めてるんですけど、めっちゃやべえ、車から水が飛んでくる。待って、やべえ、今左側車通ってるんですけどめっちゃ水が、しかもこれなんかもう車道の雪はほとんど溶けてて、僕が札幌に来た頃とはもう全然違うような感じになってます。あ、川に来ました。ほら、川の雪はまだこんな感じで残ってるんですけど、あっち側はもう雪が溶け始めてドロドロになってます。これ見てください、ズームしますけど、ここから札幌の街が見えます。すごくいい景色になってます。あ、これあれですよ、町から雪を業者さんが持ってきて川のこういうところに置いてるんですよ。こういう見えない努力もあるんですねって思いました。なんかいろんな方が見えないところで頑張ってくれて、この雪の多い町札幌も成り立ってるんだなって最近気づきました。本当にありがたいですね。じゃあ今日はこんな感じで、ありがとうございました。